スタンプでやりとりするの楽しいよ。数が少ない？作ればいいよ。57577の31文字でデジタルに関する短歌を読むデジタル教室短歌部です。多くの人がコミュニケーションツールとして利用しているのが LINE です。通話や文字で気軽にコミュニケーションができるので非常に便利ですよね。その中でもわざわざ文字入力しなくても感情やコミュニケーションを交わすことができるスタンプ機能を活用している人は多いでしょう。無料で提供されていたり、有料で購入できるスタンプはユニークなものも多いので、スタンプに困ることはありません。ですが、どうしてもピンとこないスタンプばかりだと感じることもあります。それなら、LINE スタンプメーカーでオリジナルのスタンプを作成すればいいんです。作成したスタンプを自分だけが使ってもいいですし、スタンプを販売して小遣い稼ぎすることだってできます。ただし、スタンプを作成するときには著作権には気をつけましょう。今回の短歌は画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。またデジタル教室ではアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室短歌部でした。